M8 トラクターは、アメリカ合衆国で開発された砲兵トラクターである。陸上自衛隊では25トン牽引車、M8 の正式名称で運用した。第二次世界大戦諸島に開発され、部隊配備された砲牽員車の後継、更新用として開発された車両で、エンジン及び天輪をはじめとした駆動、走行装置は M41 軽戦車と共通のものを用いている。 そのため、抗議には M41 の派生型として分類される。隠し火砲の牽引、支援用の多層機式の輸送車両として用いられたが、アメリカ軍においては、第二次大戦後には、砲兵部隊の自走化が進んだため、砲牽員車としては早期に運用を終了し、輸送車両としても、後継車種に更新されて1960年代後半には、大多数の車両が退役した。 退役後、一部の車両は民間に払い下げられ、重機として使用された。日本の陸上自衛隊にも供与され、1978年まで使用された。アメリカ軍は、各種の中引く銃砲の牽引と支援のため、15トン、18トン、38トンの各種砲兵牽員車を開発し装備したが、これらはいずれも基礎となる車体の設計を、 第二次世界大戦勃発前に開発された車両のものに基づいていたため、それらの性能は完全に満足するものとは言いがたい面があった。さらに、大戦の勃発とそれに伴う新型車両の開発、配備により、旧式の車両に基づいた設計では生産及び整備運用の面での複雑性を増すと考えられ、1944年9月には、 改めて新型車両を基礎とした、公平牽引車が必要だと結論された。これに基づき、1945年の初頭には、要求牽引力6000ポンド、1 5000ポンド、3万ポンドとされた3種類の新型牽引車 T43、T42、T44 の開発が決定された。 上記3車種のうち T42 は T16 試作4.5インチ自走流弾砲と同じ車体とエンジン走行装置を用いたものだが T16 はエンジンの能力不足で要求性能を満たせず M24 を元にした追陸両用車 T33 の開発計画の中でエンジンを M18GEMC のものに換装した車両がテストで高い性能を見せていたことから エンジンとトランスミッションを M18 のものに換装した改良試作車 T16E1 が製作され大きな性能を向上を示した。陸軍はこの結果を参考に上述の3種を統一した18000ポンドから32000ポンドの牽引力を持つ高速牽引車用を G266 の名称で計画し、 ビュイック社によって開発が進められていた M18 駆逐戦車の駆動装置及び走行装置を使用した貨物輸送車両を G266 として1945年6月に選定した。改めて発注された6両の試作車には T42 の名称が引き続いて用いられ、1945年12月には M8CT の名称で正式化された。 M8 は各種のテストが行われた結果、6両のうちオリジナルの M18 と同じエンジンを搭載した3両は不適格であったが、前述の T16 の例にない、同時期に25トン級軽戦車として開発が進められていた新型軽戦車 T37-2 のエンジンとトランスミッションを実験的に搭載した3両の性能が優秀で、1946年5月、 陸軍は T42 の駆動装置及び走行装置を T37-2 に用いられているものに変更したものを M8E1 として採用、これを正式な量産型とすることを決定した。1946年4月には開発中の T4、デッカー装置を搭載する車両として M8 が選定され、M8E1 の車体に T4 を搭載した試作車が1両、 製作されたが、テスト中に、油圧機構が破損して、レッカー装置が故障、問題を修正した改め設計型の t 4 e にレッカー装置を M8E2 に搭載した、新たな試作車が2両製作され、テストが続行されたが、正式化話されなかった。その後、T42 の車体前面に装着して用いる、ハイド装置が、オハイオ州、フィンドレーのトラクトモーティブ車によって開発され、 1946年6月には、アバディーン試験場において、T8 の名称で T42 に装着してのテストが開始された。しかし、1946年12月においても、エンジンから駆動力を伝えるギアの不具合に起因する問題を解決できず、1948年1月に部品の材質を マグネシウムからスチールに変更するなどして、問題を改善した T8E1 が開発されて、テストが再開されるまでには1年余りを要した。T8E1 は、その後、T8E2、T8E3、T8E4 と改良を重ね、M5 ハイドロリックドーザーブロッドとして正式化された。M8 の基本設計は上述のように、ビュイック社で行われたが、 実際に生産される形式の設計と製造は、M4、M6 高速牽引車に引き続いて、アリス・チャルマーズ社が担当することとなった。1950年7月31日に正式に生産発注が行われ、原型となった T372 が、M41 軽戦車となった後に加えられた改良点を取り入れて設計が改良され、M8E2 となり、 M8E には解消されて M8A1 となった。1954年より、さらに改良されたエンジンを搭載したものが M8A2 として生産が開始され、車種名称も25トンハイスピードトラクター M8 と解消されているが、陸軍は野戦法の自走化が進む現状において法権者の必要性が薄まりつつあることを鑑み、 予定数以下で発注を打ち切ることを決定したため、生産数は当初の予定より大きく減らされたものとなった。最終的には M8 は1955年までに A1、A に合わせて約480両が生産された。M8A1 は1951年より部隊配備され、朝鮮戦争の末期に少数が実戦投入された。1965年より、 ベトナム戦争でも用いられた。アメリカ軍は第二次世界大戦後に急速に火砲の自走化を進めており、1960年代より高射砲が地対空ミサイルに置き換えられていったこともあり、M8 は砲検員車としてよりは早期式の支援車両として運用されることが多かった。反用葬儀式車台として各種のベース車両としても用いられ、 荷台部分に旋回式クレーンやレッカークレーンを装備した改造車両が工平部隊他で用いられたほか、地雷散布装置や各種のロケット弾、ミサイルの発射装置を搭載した車両なども試作されている。これらの用途としても M113 装甲兵員輸送車とその派生型である M548 装基式貨物輸送車が開発、配備されるとそれらに置き換えられてゆき、 1973年には、アメリカ軍において改造車も含め全ての車両の運用が終了した。陸上自衛隊には M8A1 が1958年より、高射特化部隊に 75mm 高射砲、M51 の牽引用として配備され、25トン、牽引車、M8 として装備された。以後、自衛隊では、もっぱら 75mm 高射砲、 M1 の牽引、球団車として用いられたが、1960年代後半になると、同時期に供与された18トン牽引車、M4 及び13トン牽引車、M5 の両車両が、老朽化のために現役を退いていくことと、75mm 降車砲、M1 が、対空誘導弾もしくは35平方ミリメートル、連装降車機関砲 L-92 置き換えられて、 退役する予定とされたため、M8 は順次特化部隊に移管されて 155mm カノン砲、M1、203mm 榴弾砲、M2 の牽引に用いられた。3m を超える全幅と25トンの重量は、当時の日本の道路事情ではやや過大なものがあり、時に運用に苦労したという。この経験は後継となる、国産牽引車の開発に生かされた。 1970年代に入ると、後継の73式牽引車の配備に伴い、退役が進められ、1978年には全車が退役した。M8 トラクターは、主に M115-203mm 榴弾砲、M59-155mm カノン砲及び M51-75mm 降車砲を牽引するために用いられ、 砲を牽引すると同時に操作人員、弾薬も運搬する。7.94トンまでの貨物を搭載でき、牽引装置を用いての牽引力は、最大17.7トンであった。このほか、車体後面にはウィンチを装備している。車体全部には、機関室を挟んで、密閉式キャビンを左右に備え、右側キャビンの上部に設置された M68、リングマウントに、 M22.7mm 重機関銃を装備し、弾薬500発を搭載した。エンジンとトランスミッションは一体となったパワーパック方式で、車体正面は大きく開いて、機関室よりパワーパックを前面に引き出すことが可能で、整備性の高い構造であった。車体中央部より後方はオープントップ式の貨物室及び兵員室となっており、 パーティションを用いて区分することが可能であった。通常、車体中央部を兵員の搭乗区画、車体後部前半部を弾薬搭載区画とし、車体後部には2本のアームを用いた昇降式プラットフォームを装備していた。車体前面には油圧作動式の M5 ドーザーブレードを装備することが可能で、その場合には簡易な砲兵陣地を構築する能力を持っていた。 これらの装備は比較的簡単な作業で取り外すことができ、その場合、M8 は純粋な貨物輸送車としても用いることができた。貨物輸送車型とした場合でも、車体後面の牽引具とウィンチを用いて法、牽引車として運用できた。陸上自衛隊において25トン牽引車 M8 として使用されたのは M8A1 のみ、ただし、 T16 自走法自体は後に開発中止となった発展施策型の T41 を経て後の m 4 1軽戦車となる。このため、老朽化した M4 高速牽引車を運用していた部隊の装備更新に難が生じ、暫定的措置として M4 の回収型が制作されている。ありがとうございます。